シャドーイング、またはスピーチシャドーイングとは、音声を聞いた後、即座に復唱する実験技術である。標準化されたテストでは、言葉の聞き取りと発音の間の反応時間は254ミリ秒で、あったが、左優位の脳を持つ、人々の場合、反応時間は150ミリ秒であった。これは、発生の音節の長さの遅れと言える。対象者はただ復唱するように指示されても、 自動的に文法や意味を処理する。シャドーイングで副賞される言葉の方が、単に音読する場合より、より口調などの模倣が忠実に行われる。脳機能イメージングによれば、記事後のシャドーイングは、上速投与から始まり、下頭調症用を経て、下前投与に至る経路を通して、発話の聴覚表彰と運動表彰をつなぐ、配足皮質四角炉を通して起こることが分かっている。 発話者ドーイングは1950年代後半に EN ・ルドミラ・エチステピッチ率いるレニングラードグループによって最初に研究手法として採用された。それは音声言語知覚や筆音症の研究において使用された。また、第二言語習得においてリスニングやスピーキング能力の改善のためにも応用される。同時通訳の訓練において リテンション能力の向上のために数秒遅れて繰り返す手法もシャドーイングと呼ばれるが第二言語習得に用いるものと効果が全く異なるので注意が必要である。発話シャドーイングは量子分離超能検査に使用される。この検査において被験者は2つの異なるメッセージを右耳、左耳にそれぞれ与えられる。被験者はしばしば一方のメッセージのみに 注力するように指示され、ここで発話シャドーイングの手法が使われる。例えば、単語を聞いてから数秒以内に発生することが指示される。発話シャドーイングは、被験者が指示された方のメッセージに注意していることを確認する上で重要である。第二言語習得におけるシャドーイングの効果は、バドリーの短期記憶モデルのオンインループを用いて説明されている。 このモデルによれば、いわゆるシャドーイングだけでなく、音読や副唱なども異なる形で、第二言語習得に寄与すると考えられており、組み合わせることでより効果があるとされる。特に、プロソディシャドーイングは音声近くの自動化が目的であって、第二言語習得に必要な要素の一部に効果が期待されるのみであるため、プロソディシャドーイングのみで、第二言語習得ができることはない。 教材の選択は、ほとんど知らない単語がないか、あっても100語に2から3語レベルとし、容易に理解できるレベルとする。これはシャドーイングが、音韻からの学習を目的とするため、スティーブン・クラシエンのインプット仮説が示唆する現在の、レベルよりやや高度なものをインプットすることと矛盾しない。同時通訳のリテンション能力の向上のために用いる、数秒遅れの副賞は、 第二言語習得への効果は大きくないので注意が必要である。シャドーイング音を聞くと、ほぼ同時に発生することを言う。遅れは大きくても0.2秒程度、なるべく遅れないように発する必要がある。リピーティングとの効果の違いは、音声近くを自動化し、脳内の音声知識データベースを置き換えていくところにある。プロソディシャドーイング通常シャドーイングという場合、これを指す。 意味の解釈に注意を払う必要はなく、正確に素早く、聞いた音を反復することに注力する。コンテンツシャドーイング、プロソディシャドーイングが十分に行われてから仕上げ的に行う。シャドーイングをしながら意味解釈にも注意を払う。マンブリングシャドーイングの前段階として、小声で口の中でシャドーイングする。この段階で難しい場合、教材を変更することが進められる。 リピーティング分節などで音の再生を止めて復唱すること。プロソディシャドーイングが十分でないと音韻インループでメンタルエキシコンを引いてしまい、脳内の音声知識データベースにある音声で聞いた音声を入れ替えてしまうとされる。文章を覚える効果があり、第二と語習得に貢献する。レシテーション全文の暗唱エピソード記憶として記憶を強化することが期待される。 教室においては発表会などの形式を取ることもある。パラレルリーディングシャドーイングをテキストを見ながら行う。単なる音読ではリピーティングの場合と同じように既存の音声知識が使われてしまう。それを抑制することが期待される。シャドーイングは音韻に関する能力の向上を目指すため他の方法を含めて効果的な語学学習を行う組み合わせが提案されている。 下記の例は、どちらも、いわゆるシャドーイングの前後に、他の相乗効果を高める作業を入れている。教室における組み合わせの例自習における組み合わせ例。ありがとうございます。